メトロポリタン美術館アッパーイーストサイドの5番街メット柄は1972年以来毎年開催されていますメット柄は毎年5月の第1月曜日にニューヨークのメトロポリタン美術館で開催されるファッションの祭典であるコスチュームインスティチュート柄と正式に呼ばれメットボールの名でも知られニューヨーク市のメトロポリタン美術館のコスチュームインスティチュートの利益のための毎年の チャリティー祭典コスチュームインスティチュートの毎年恒例のファッション展示会のオープニングマーク目的はメトロポリタン美術館の中で唯一自らの資金で活動を維持する必要がある学芸部門であるコスチュームインスティチュートの資金調達であり協会が毎年開催するファッション展覧会のオープニングイベントとなっている1995年からアメリカ版 オーグの編集長アナ・ウィンターが主催者を務めている。2018年はメトロポリタン美術館史上最も多くの訪問者を誇る展覧会となり、収益は8桁の金額に上る。そのため、メット柄のレッドカーペットはデザイナーが作品を発信する最高の機会となっている。ゲストリストはイベント前夜にならないと公開されないが、世界的スターたちが 一堂に会する。2018年は、ビヨンセと妹のソランジュ、ヒップホップトリオのミンゴス、女優のプリアンガー・チョープラー、サラ・ジェシカ・パーカー、前例や、リアーナ、ニッキー・ミナージュ、ソフィア・コッポラ等であった。ゲストたちは、展覧会テーマに基づいたデザインのドレスで、出席するのが、毎年の慣例である。スターたちの過剰な着こなしを見ることが、 メット柄の醍醐味となっている。イベントに出席するのは、例年約600人である。チケット価格は1枚、約3万ドルでテーブルを抑える場合は、約27万5000ドルかかるが、ゲストとして招待されていれば参加費を払う必要はない。レッドカーペットに登場したゲストたちは、展覧会を鑑賞し、自分の席について、ディナーとドリンクを楽しむ。 パフォーマンスが行われることもあり、2018年はマドンナが特別出演した。毎年のイベントは、その年のコスチュームインスティチュート展示会のテーマを祝うものであり、展示会のテーマに合うようにゲストがファッションを選択することが期待されるため、夜のフォーマルドレスについてトーンが設定される。メット柄は1948年に新しく設立された。 コスチュームインスティチュートに資金を集め、その年次展示のオープニングをマークする方法として設立。最初の柄は深夜の夕食で、チケットはそれぞれ50ドル。元防御編集長のダイアナ・ブリーランドがコスチュームインスティチュートの特別コンサルタントとして残した遺産に基づいて、1973年以来豪華で大ヒットのイベント、ニューヨークの宝石。 社交界の頂点として有名になる。世界で最も著名で、排他的な社交イベントの一つとして広く認識され、また、ニューヨーク市で最大の資金調達の夜の一つであり、2013年に900万ドルが調達され、翌年には1200万ドルを記録。メット柄は、研究所のための資金調達で最も顕著な発生源の一つであり、以来、 2019年のイベントの後に合計で200ドル、M ドルを上回ると予想される、挙出金とアナウィンターの1995年に、研究所の議長を想定した。メット柄は1948年に新しく、設立された、コスチュームインスティチュートの資金を調達として、ファッション広報担当のエレノア・アランバートが設立した。最初の柄は夕食でチケットは、それぞれ50ドルだった。 その後、数十年間はニューヨークの事前団体の年間利益の一つに過ぎなかった。そのため、参加者のほとんどがニューヨークの上流階級やファッション業界の人々だった。会場は1948年から1971年まで、ウォルド・オフ・アストリア、セントラル・パーク、レインボールームなどで開催された。1972年に、 防具元編集長であるダイアナ・ブリーランドがコスチュームインスティチュートのコンサルタントになったことでデザイナーやファッション業界関係者、セレブリティーらを一堂に集めて開催される形式となった。1999年にアナ・ウィンターが理事長を務めるようになってからはよりセレブを中心としたイベントへとシフトしていった。華やかな衣装をまとい、 レッドカーペットを歩く様子がメディアの注目を浴びるようになった。このイベントは、リアーナ、ダイアナロス、シェールなどの参加者が街のエリートと混ざり合い、セレブ志向になり始めメットで最初に開催され、テーマが紹介されたのはフリーランド時代のこと。メットコスチュームインスティテュート柄は、インスティチュートの毎年恒例のファッション展示会のオープニングセレモニーとして機能する主要な資金。 調達特典である。イベントに続いて展覧会は数ヶ月間実行される。2014年の展示会は2014年5月8日から8月10日まで開催される予定であった。芸術、ファッション、校社会、映画、音楽の人格が参加する。この事件は1948年からメットで開催されており、ファッション業界で最も重要な レッドカーペットイベントとみなされている。そのレッドカーペットのファッションは、広く写真撮影、レビュー、批評、エミュレートされている。柄が発生したため、博物館は5月の第1月曜日に一般公開されてはいない。防具の編集長であり、1995年から柄イベントの議長を務めるアナウィンターは、利益委員会とゲストリストの両方を監督し、 防具スタッフが招待者のリストの作成を支援している。2014年にはイベントの独占性を高めるために価格が1万ドル引き上げられた後、公式のゲストリスト外の人の個別チケットは3万米ドルかかることになった。年間のゲストリストは約650または700人に制限されている。毎年このイベントにはテーマがあり。 カクテルアワーとフォーマルディナーが含まれカクテルアワーの間、ゲストはレッドカーペットの上を歩き、その年の特別なテーマの展示会を見学。テーマは毎年恒例の展示会の雰囲気を整えるだけでなく、その年のテーマを支持するために服を着ようとするゲストのためにも設定されるが2013年のように、明確な文体的な支持を提供しないため、テーマが少し混乱する場合もあり、 2014年のように、一方の性別にとって、他方の性別よりも、はるかに難しいテーマというのもある。ガーラの議長を務めるウィンターの役割に加えて、毎年様々な共同議長と名誉議長がいる。過去の共同議長と名誉委員長のリストには、エンターテインメントも含まれる。2014年にホワイトタイのドレスコードを発表し、多くのメディアは、有名人のゲストでさえ、 伝統的なホワイトタイを入手することの難しさと費用を指摘した。2015年テーマ中国鏡を通しては以前は中国の囁ささきアート映画ファッションにおける東洋物語と名付けられた。同年のテーマは何世紀にもわたってアジアの孤立主義が全面的に複雑化した微妙な制度化された人種差別のリマインダーであり、 ソーシャルメディアの愚痴とミーム可能な性質によって悪化した西洋のステレオタイプに耐えていると評論家に語らせた。2016年、マドンナはテーマ、マヌス X、マキナ、テクノロジー時代のファッションを流しながら、柄の歴史の中で最も物議を醸す衣装の一つを提供した。彼女は、ジバンシークリエイティブディレクターリカルドティッシュがデザインしたアンサンブルに出演し、 胸などを露出させた。マドンナは、私たちは、世界中で、公民権と、同性愛者の権利のために戦い続けてきました。女性の権利に関して言えば、私たちはまだ暗い時代にいます。メットボールでの私のドレスは、政治的な声明であり、ファッションの声明でもありました。と、声明ザ2018ガラハド、A ロマンカトリックテーマ。 and included, Diana Waring A, PayPal Maita, Critics on Social Media Called It Blasphemous, and Sacri-Li-Jesco's Play, Even Through the Catholic Church Rent More Than 40 PayPal, Best Munts From the Bachchan, and Cardinal Timothy M, Dolan Attended, Kyle Smith Arg to That The Catholic Church Was In Fact, Abetting the Maccarie of It's Symbols, As of 2018, ウィンターアムンストザットゲスツメイノットビーアロード2アテンドザガーラビフォーザエイジオブ18ありがとうございます。